かつて星の石から授かった光のクリスタル、今こそ使う時か。これまで自分のシュガのために多くの犠牲を出してきた。結局私は凍えた体を温めるための仲間が欲しかったのだ。そのために大義を作った。許して、シヴァ。そしてフレースベルグ。それでも私はどうしても見てみたい。少女が雪原のただ中で凍えずとも住む時代を。フレースベルグ。あれはイゼル、何をするつもりだ。聖女シヴァ、いえ、願いによって作られた私自身の神よ。今こそ我が身に降りて、真の融和のために最後の静寂を。さらばだ、光の戦士。私を導いてくれてありがとう。イゼル！
あのエーテル、あれは光のクリスタル。彼女もまた間違いなくハイデリンに導かれた光の戦士だったのね。さらばだ、氷の巫女よ。
館内でも説明した通り、これより我々は魔大陸中枢に向かう。第三歩兵中隊は館の護衛のためこの場に残る。第二歩兵中隊は散開し、アラムの防衛兵器を排除せよ。第一歩兵中隊は我に続き、魔科学研究所の制圧を目指す。いいか、パラメキア諜報機関からの報告によると、この魔大陸には万神を生きたまま捕らえるアラムの秘術が眠っているという。星を蝕むビオマは万族どもの願いで何度でも蘇る。だが封じてしまえばそれも叶わぬこととなるだろう。その意義の大きさを肝に銘じておけ。これは本国に帰還された皇帝陛下に我ら第六軍団の実力を示すまたとない好機でもある。だが皇帝陛下は敗北をお許しにならぬお方。己が手で必ずや陛下の頂上を賜るのだ。万神を封じる技術、それが帝国軍の狙いなのね。古の万神バハムートを封じた技術がここに残されているということか。万神を封印できれば確かに最小感は防げるわ。
万神問題に対する一つの解放とも言えなくもない。いや、答えはすでに出ているよ、ヤシトラ。バハムートは蘇り、絶望が世を包み、世界は崩壊しかけたんだ。第七霊祭を忘れたわけではないだろう。封じられた万神は負の感情を膨らませ続け、やがて大いなる災いを引き起こすということね。目下の問題は教皇の方だ。今の状況で帝国と戦ったとして、それを最も喜ぶのは奴らだからな。そうだな、先を急ごう。まずは教皇を止める。帝国はその次だ。途絶えた部隊があると思って来てみれば、貴様らだったとは。まあ、この前は邪魔が入ったが、一つお手合わせを願おうじゃないか。エオルゼアの英雄の実力を見極めさせてもらうぞ。やるしかないようね。君は先に進むんだ。ここは私たちで持ちこたえる。光の戦士よ、これをお前に預けておく。エーテルラムの軌道で多少消耗はしているが、お守り代わりにでもしている。俺もすぐに向かう。おしゃべりもここまでのようよ。早く行って、行って教皇を止めなさい。
リスタルに導かれし、光の戦士よ、あなたの心に再び光の宿りを感じます。よくぞ源流の試練に耐えました。しかし安心してはなりません。深淵に潜む者たちがすぐそこまで迫っています。今一度あなたに光の加護を、そしてどうか世界を光あるものに。我が爪のすべてを打ち砕き、再び光の加護を取り戻したか。生まれ落ちてより今日この日に至るまで、我はお主ほど心強き者を知らぬ。ハイデリンの首都よ、今のお主であれば我が背に乗るにふさわしい。生まれし日に母なるハイデリンと誓った盟約に従い、今こそ我が翼をお主に授けようぞ。光の使徒よ、なぜお前はそうも神を憎む？神とは人の意志によりて折し者、その神と神との争いがもたらす混沌こそが新たに生まれいずるゾディアーク様の産湯となるのだ。次元破壊を経て世界は再び一つに戻る。そして世界をあるべき姿に再創造されるのだ。すべてはゾディアーク様のために。邪魔はさせんぞ、光の使徒よ。仕方あるまい、超える力の真なる使い方を
見せてやろう。魂の境界さえ超えるほどの力をな。光の加護を完全に取り戻していたとは、我らの超える力を打ち破るほどに加護が強くなっているだと。このままでは。引くぞラハブレア。奴は今我らの魂を砕く魔気を持たぬ。竜の目の力を引き出したか。しかし、もはや小細工はあるまい。やはり、ハイデリンの加護を受けし光の戦士といえど、魂封じる折なくしてアシェンを斬ることはかまわぬか。だと？かつてトールダン王と十二騎士たちは大きな犠牲を払いながらもニーズヘッグを退けた。そして二つの竜の目を手に入れ、以降イシュガルド教皇庁はこれを厳重に管理してきた。青の竜騎士の力の源としてな。
の使徒よ。お主の手にあるそれがニーズヘッグの左目。では右目はどこにあるのか。目から力を引き出しながらもその力に飲まれ朽ちぬ死体と化した哀れな男よ。闇の使徒アシエンよ、貴様らは人々に神下ろしの手法を教え、争いを煽り、混沌を生み出す。だが全てが自分たちの思惑通りに進むなどと思わぬことだ。貴様、伝説の騎士を我が身に呼び下ろし、我は神となる。戦争により蓄積された民の祈りと目がもたらす莫大なエーテルトが作り出す消え去ることのない永遠の神。永遠の神だと？人を侮りすぎよな、アシエン・ラハブレア。存分に相手になろう。